はい、今日は古代ギリシャ、それからギリシャ神話研究家のビッグスター、藤村詩心さんをお招きして、いろいろ詩さんの興味であるとかやってる活動について、聞いていきたいと思います。詩心さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初からすごい出てきにくくなってしまった。ビッグスターっていうことは全然ないので。今日は僕も秘密兵器を用意したんですよ。はい。何でしょう。平井さんも古代ギリシャ風の月桂冠をかぶっていただいて、どうもありがとうございます。いえいえ、大丈夫ですかね。あまりにフェイクに見えないですか。大丈夫ですか。いや、もう完璧です。こんな平井さんの姿を見れることはめったにないので、私も興奮しております。ありがとうございます。一緒に月桂冠をかぶっていただいて。やっぱりでも、詩人さんの方がかっこいいですね、その月桂冠ね。僕なんかいろいろ見たんですけども。い。そう、あんまりいいのな、ないんですよね。もうちょっと金で作ったローマ風のやつとかはあるんですけど。割とこう素朴なギリシャ風のやつがあんまりいなくて、私はこれお花屋さんに編んでもらってるんですよ、月桂冠の動画で。じゃあ、本物の月桂冠のローリエの葉を使ってるってことなんでいや、今の私これ造花なんですけど、最初はなるほ本物使ってやってもらってたんですよ。ど。なるほど、なるほど。ただこう何回かこういつも講座とかをやるごとに、それごとに月桂冠を編んでもらってたので、もう勘弁してくれって言われたんですよ。うちの月桂樹がもう丸裸になってしまうので、もうちょっと勘弁してほしいと。なるっていほうど。のは、マラソンとかの、市内、こう市民マラソンとかで優勝者のために、冠を作っている方、花屋さんだったので、なるほど。それ用のやつがなくなってしまうので、もうちょっと勘弁して増加にしてほしいって言われて、今のなこるれほにど。落ち着いております。なるほど、なるほど。シンさん、僕、初めは、YouTube がメインで来られたのかなって勘違いしてたんですけども、実はそうじゃなくて、むしろ、古代ギリシャナイトっていうイベントを中心に活動を進めてきた感じなんでしょうか。そうですね。確かに、YouTube 始めたのは、コロナがあって、じゃあちょっと、YouTube やってみようかっていう、やつ、感じなんですけど、もともとは、私は NHK 講座とか、イベント、物理的にお客さんを前にしてイベントをやるっていうものをメインにやっていて、で、たまにこう、執筆しているという状況だったので、そうですね、YouTube は結構、最近やり始そめうなんでたす感よじですね。ね。だから僕、YouTuber から出てきたのかなという感じで、完全に誤解しておりました。申し訳ありませんでした。でも、YouTube やり始めてから、結構、YouTube 見てくださってる方とか、そちらの映像をよく見てくださってる方が、結構来てくださってるので、結果的にすごく、いい状況になっている状況ですけど。なるほど、なるほど。古代ギリシャナイトっていうのはもういつ頃始めたものなんですか？ 2015年からああ、始そうめですて、か。お台場で最初は、やってて、そう、ギリシャの古代ギリシャにこうお祭りがあるんですけど、それをちょっと今現代風にアレンジして、で古代ギリシャの音楽つけてもらって、で古代ギリシャの料理作って、でみんなでそれを食べて、ちょっと再現して楽しんでみようっていうイベントを最初にやり始めたのが2015年で、それから年に1回ぐらいはやってました。じゃあその前に何かコミケで、参加してるとか、そういった感じとかではない。そうですね。でもそれもやってました。同人活動っていうんですかね。同人もちょっとやってましたし、そうだな。結構散発的にずっとやってたので、あんまりこう、なんだろう。これをやったから、これ、今があるっていう感じではちょっとないかもしれないんですけど。なるほど、なるほど。それで、ご著書を出されて、古代ギリシャのリアルですか。それで、大体同じぐらいですか、その NHK の、NHK カルチャーの方そうで、ですね。講座を持たれている感じなのかなと。そうですね。
そちらのコンテンツはね、有料なんで、すみません。僕はなんか拝見できなかったんですけれども、YouTube の方がいくつか見させていただきました。ありがとうございます。うん、だから、初めね、鏡隆二さんみたいな感じのスタンスなのかなと、その一つの分野の専門家として、いろいろ、まあ、愛好家かつ専門家っていうか、なんか探求者みたいな感じで、それで、メディア活動されているのかななんていうふうに想像したんですけれども、そういった NHK とか朝日カルチャーとかあるじゃないですか、ああいうスクール系のところで講座を持ちながら。そうですね、いや、私もちょっと自分自身が何かは自分でもよくわからないんですけど。ですね、やっぱこう古代ギリシャを、まあ、勉強しつつ、体験しつつっていうのが結構、うん、私の中で大きくて、うん、ちょっと実際にこうやってみたいとか、これを実際に作ってみたいとか、割とそういう部分が私の中では強いので、うん、そうですね、やっぱり探求者と言われるとあまりにもちょっと偉大すぎる肩書きなんですが、探求するのが好きという感じかもしれないですね。うんうん、まあ次から次へとアイデアが生まれてくるタイプなんじゃないかなっていうのは想像が固くないんですけれども、はい、そうかもしれない、そうかもしれないですね。これ、ギリシャ古代ギリシャナイトっていうのはなんか有限会社っていう名前がついて、はい、社員とか書いてあるんで、はい、結構会社も持ってるっていう形なんですか？いえ、これは完全に有志です。有限会社の有限、あるに限るじゃなくて、ゴーストの方の有限なんですね。なので一見内部は会社風になってます、うん、私が主催をやらせてもらってて、でジムをやってくれてる人がいて、パフォーマンスの部門の人がいてっていう感じで、かなり大人数でやってるんですけども、うん、それはなんていうか、私たちは自分の中では大人の文化祭っていう風に言ってるんですけど、うんうん、なんていうか、もちろんある程度の利益は出さなきゃいけないんですけど、利益よりもこう文化活動の一つとしてちょっとやっていて、うん、でやっぱり高校の頃の文化祭の大人バージョンで、うん、ただただ騒ぐだけじゃなくて、そこにこうある程度古代ギリシャの文化的な勉強の要素とか学問の要素を加えて、でそれでちょっと知的にみんなでこう祭りをやろうっていうのが一つのスタンス、うんにやってちょっとやってる感じですかね。うん、獅子さんだけじゃなくて、その参加されてるコアなメンバー、はい、みんなキャラが立ってるじゃないですか。そうですね。僕はまあ黒川さんもそうでしょうけれども、うん、僕が一番すごいなと思ったのは金田さん、金田純子さん。はいはい。はい、ファンキーだ、この人はファンキーだなとかって。そうですね、金田さんはすごい面白いですね。社会学者で、研究者もやっていて、BL とか弥生の研究もしている方なんですけど、すごい面白い方ですね。だからそういった何人もそのキャラが立ってる人が集まってるところが、はい、このイベントの面白さの一つなんじゃないかななんて思ったりするんですけれども。ありがとうございます。そうですね、意外となんか外から見てると古代ギリシャナイトっていう枠で、いつもギリシャのお祭りを何かやっているので、うん、なんていうか全員ギリシャが好きだって思われてるんですけど、うん、意外と古代ギリシャを好きで詳しいって人は3人4人ぐらいしかいなくて、コアのメンバーは、うん、あとはみんなその一芸を持っていて、うん、司会金田さんとかだったら全然その違う立場で司会として話してくれたりとか、あとはその音楽で曲を、うん、古代風の曲をこう勉強してこう作ってくれる人とか、うん、あとは裏方でいろいろなそのグッズ、古代風のグッズだったり、うん、作ってくれる人みたいな感じで、こう割とそのみんな一芸を持って参加してくれているね、うん、そうですよね。デザインとかその舞台っていうか、そのそ、ね、なんて言うんでしょう、ステージの周り、ステージ周りとか得意な人とかもいるでしょうし、そ う, です、ね、うん、なるほどなるほど。なんでその
お客さんといったらいいか、その古代ギリシャナイトを楽しみにして見てくれてる人も、あの別にあの古代ギリシャがすごい好きって人はそこまでコアあのたくさんいるわけじゃなくて、うん、そのなんかあの非日常 でそれがお祭りで、であの少しちょっと知的なものが入っている、あのこう騒ぎをあのこう楽しんでやりたいっていう人たちが結構多いと思うので、あのそこまであの、うん、古代ギリシャという層がすごく大きいわけじゃないっていう感じ。うん、あの獅子さん自体はいつも僕見てるとすごいテンションだなと思ってそうですかねあの結構テンションの裏と表っていうのは切り替わりがあるんでしょうか、それとも結構ハイなテンションであの普段いらっしゃるんでしょうか。いや普段はすごいローなテンションだと思います、うん、あの自分でその上げるためにあの、うん、全く説明もなくこの格好で来させてもらいましたけど、うん、あの結構その、テンション上げていこうっていうためにこう月経感かぶって、うん、古代風の服を着てっていうところがあるので、その儀式が終わらないとテンション上がらないと思いますね、うん、なんていうかその役に入るっていう感じなんでしょうかね。そうですね、あの普段は、いや私の中では普段はローな、あのすごくあのテンションは低い方だと思うんですが、うん、あの割と普段いつも楽しそうだねとは言われる状況かもしれないですね。あんまりこの自分の中ではそんなにテンション上げてない状況でも、外から見るとなんかいつもなんかニコニコしてるとは言われる状況かもしれない、うん、なるほどなるほど。いや本当に楽しい感じがするっていうのがこう人々を引きつける魅力なんじゃないかななんて、ありがとうございます、うん、思って見てたんですけれども、あのスパルタチャットとかもすごいですよね。そうですね、もう乱舞してる感じじゃないですか。あ、はいはい、ありがたいことですよね、うん、本当にあれはやっぱりその、あの元々のその古代ギリシャナイトっていうイベントに来てるコアな人たちなんですかね、それともいろいろこうお祭り騒ぎに集まってくる人たちっていう感じなんですかね。そうですね、両方やっぱいると思います。そうですね、割とそのなんだろう、あのこう人の心理としてもちろんコアで楽しんでくれてる人がいて、でその人たちがすごい楽しそうだと周りのその外から見てる人たちがなんかすごい楽しそうなことやってるなって思って、うん、とにかく来てくれると。で例えばあのちょっと前にあのヘカトンベって言って、うん、牛をこう100頭あの焼いてそれをあの神に捧げるっていう古代のすごく一番メジャーなお祭りがあるんですけど、じゃあそれをちょっとツイッターでやろうよって言った時に、あのとにかくあのこの日はあのそのお祭りの日なのでみんなその家で牛肉焼いてくださいねっていう風にそうするともちろん私とかコアなギリシャ層の人たちはこうあのこの日のために牛肉を焼いてくれると、うん、でただ全くその古代ギリシャとか知らない人たちもなんかよくわかんないけど、うん、焼肉祭りをやってると、でただの焼肉祭りじゃなくて何かゆえんがある焼肉祭りだと、うん、でなんか古代ギリシャ風のすごい昔のお祭りなのでなんかこう非日常が楽しめると、うん、じゃ あの肉を焼くかっていう感じでやる、うんうん、ただ肉を焼くという行為がツイッターにこう広まっていって、それでまたさらにあのもう盛り上がるっていう、そういうような状況ですね。なるほど、なるほど。あの、その中にはもちろんあのスパルタチャット、スパチャですけど、スパチャを投げてくれる人もいるでしょうし、うん、あのただそこはあんまり気にしてないと言ったらいいか、あの、うん、あのみんなスパチャ投げてっていう感じでもなく、あのそうですね。支えてくれている人たちっていうのはあのピクシブファンボックスっていうあの何でしょうね、サブスクリプションみたいなあの、うん、そういうあのなんていうのかなシステムがあるので、あのそこで支えてくださっている方が、まあ、一番の、助かっている協力してくれている方っていう感じで、あとはスパルタチャットとかは多分あの祭りのその、うん、なんかこう喧騒の中で投げてくれるあの、うんものっていう感じだと思います、うん、まあそれが一つ祭りの要素っていうかエレメントがあるんだろうなっていうのは、うね、なんかこの乱舞してる感じが本当に祭りだそうですね、本当にありがたい。なんかねやっぱりあのコメント欄とかチャット欄がブワーって動いてると祭りだ祭りだってなって、やっぱりそれでさらに楽しくなるっていうものがあるので、うん、
そうですね、そこはやっぱりあのみんなも楽しんでくれたらありがたいなっていう感じ、うん、なるほどね。僕アメリカに行って、その昼夜がちょうどひっくり返る13時間ぐらいの時差があるんですけれども、シシンさん大体夜中に活動してる感じもあって、そのおそらく授業のためのパワポ作りとか、その授業を作り込んでるんだろうなという感じの、まあ、ツイートなんですけども、ほぼ僕と時差がないようなそうなんですよ。なんか平井さんがたまに私のツイートにお気に入り入れてくれてる時に、私ははっと気づいて、あれと思って、平井さんも起きてると思ってってことはやばい、もう朝の5時ぐらいになってて、はってなるんです。平井さんのお気に入りが入ってくれ、はい、入れてくださってると、寝ようってなるんですよ、ちょっと先そう、なぜか時差ないですよね、うん、そう、もう一人、その、助真さんって方が最近コラボやったりして、彼もやっぱり時差がないって感じで、なんでこんな真夜中にツイートしても誰も見てないだろうなと思って思うんですけども、なんか彼も時差がない感じで。そうですよね。そしたら、シシンさんも、なんか僕の活動時間に普通にツイートが流れてくるから、なんなんだろうって。タイムラインにいたら私はもう寝ようと思ってるんですよ。これはもうダメだと思ってこれはもう朝だなと思って。そうですね、12時間時差がありますよね、なんで本当はちょうどひっくり返るか、ひっくり返る感じですね。そうですよね。なので、うん、平井さんが多分起きてらっしゃるのが朝の5時とか6時とか7時とかに起きてらっしゃる時に、私がまだいるっていうことですよね。そうです、そうですそうなんですよ。よくないんですけど、すごい酔いっぱりなんですよね。うん、っていうか、そのパワポ、おそらくパワポ授業の準備だったと思うんですけれども、はい、カルチャーの、はい、だからすごい気合い入れて作ってるんだなと、作り込んでるなとかっていうのを感心して見てたんですけれども、私結構その夏休みの宿題とかを8月31日にやるタイプなので、なので遅くまで頑張ってるなというのは、お前まだ終わってなかったのかよみたいな感じだと思うので、あんまよろしくない状況かもしれないですね。スタート地点が遅いっていう、そういうことですね。そうですね、スタート地点が遅いですね。いや、もちろん毎回、いや、ちゃんともっと前からパワポを組んで、必要な資料をちゃんと全部揃えて、1週間ぐらい前にゆっくり終わらそうみたいなことは毎回思ってるんですが、うん、毎回ギリギリになる感じですね。ちらっと見た感じ、授業とかも結構その一般の人にもこれ難しいっていうか、非常になんかくろうと好みっていうか、ディープな話題をやってるななんて思ったりしたんですけれども。ああ、いや、でも結構皆さんついてきてくれると思います、やっぱ最近の方というか、なんだろうな、知識に対してちゃんとお金を払ってくださる方って言ったら申し訳ないんですけど、だとなんかやっぱり聞く、なんとかしてそう自分の力にしようとか自分の知識にしようと思っている方が多いので、うんうん、割とそう、あんまりそのどっちかというと、パッと見て、知らない知識とか一歩深い知識っていうものを求めてる方がちょっと多いかもしれないですね、 NHK のとこだと、うん、僕なんかね、その去年の秋から、まあ、再起動的な形でその BS チャンネル YouTube の方、本格的にアップしだして、それで、対談とかやるんですけど、よく怒られるのは、シシンさんのようにやってくれっていうのはよく言われる。どういうことなんですか？なんか大学の授業を聞いてるようで眠くなりました、シシンさんのようにやるべきだみたいなことを言ってくる人がいるんですよ。すいません、それはいや、すいません、それは
全然違う、全然違うというか、すいません、本当にダメなコメントかもしれない、それはすいません。なんかそんな風に名前を出されたの申し訳ないんですけど、本当に。いや、まあ、本当の素の大学の研究者を呼んできて対話、僕はなんか一般向けにするようにちょっと頑張ってるつもりなんですけど、まだまだそのファンキーさが足りないみたいで。ああそうですね、多分私はもともとあんまりその頭がいい方でもないし、学校でも出来が良くない方なので、なのでこう割とそのよく一般の人というか平均的なこう一般の人たちが 何が分からないのかを結構体感できるんですよね。うん、ここは多分すごい難しい、私が見てすごく難しいものは多分みんなが見ても難しいっていう風な感じで、結構その私が偏差値的にも能力的にも平均的なので、だから割と広く話せる状況なんだと思います。うん、ただなんだろうな、うん、もちろん大学の授業とかになってくると別にその聴衆を楽しませるためのものではないので、うん、それはそれでなんていうか学ぶものが全然あるし、その方が 大学でねこういう授業やったらお前ちゃんとやれとか言われると思うからすごく重要なんですけど、なんだろうな、確かに YouTube とかだとみんな何て言うかこう楽に楽しんで聞きたいという欲望が多分あると思うので、うん、多分それでそういうことを言われてしまうんでしょうね。うん、いや、もともとだから勘違いしてる方で、まあその学者がただ一人で喋っててもつまんないだろうから、その対話的にして、まあ一般の人にも分かりやすく話してるつもりなんですけれども、でまだ全然足りてない難しいとっていう感じなんですよね。そうですね、やっぱ、うん、特に学者が2人で話すとあれじゃないですか、2人の間の専門用語とかがそのままぬるっといっちゃうじゃないですか。で、それで一般の人からすると今の専門用語どういう意味なんだよみたいなことになってしまうので、うん、なんかあれですね、そうするとなんかギリシャナイトとかでもそうなんですけど、例えば金田純子さんがいつも司会をやってくださってるんですが、はい、金田さんは古代ギリシャは全く知らないので、うん、ただちゃんと社会学者としてすごく知性がある方なので、すごくいい質問してくれるんですよね。うん、で今私がぬるっと言った専門用語とかよくわからない言葉とかを、それどういう意味なのとか、それってこれに例えるとこうなんじゃないかとか、結構いい質問をしてくれるので、うん、なんかこう司会が一人いて、その司会の人がなんか一般目線でその単語何ですかって言ってくれると、もしかしてより分かりやすくなるかもしれないですね。うん、なるほどなるほど。あと、いろいろ見てて思ったのは、エロの要素が、はい、結構あるじゃないですか。はい、すいません、そうですね今日も誰か、おそらく今日だと思うけど、ツイッターでエロとその真面目とエロを挟んだサンドイッチ状態にしてるんだみたいなことをツイートしてる方がいて、はいはい、で僕が一番感動したのはその古代ギリシャ、僕も知らなかったんですけど、そこら中にお地蔵さんのようにヘルメス像が立っていて、っていう、それでおそらく豊胸の印っていうか、その、はいはい、何ですか、子宝を授かるようにってことで、はい、その、はい、世紀をこう誇張したものがついてるんだみたいな話とか、はい、ね、はい、されていてそれね、おそらく獅子さんたちだから いいんだろうなと。例えば僕なんかがやったら絶対エロ親父とか言って変態扱いされて終わっちゃうなっていうのを思ったんですよ。そうなのかな。そう、確かに、うん、本当はそのもちろん古代ギリシャとかだとエロ要素とかはすごくたくさんあるんですけど、そうなんですよ。確かに私が大学院とか大学とかで生徒だった時も先生とかすごい話しづらそうにしてるんですよ、やっぱり。これを、うん、特に私とかだと女子大だったので女生徒の前で話すのどうかなみたいな感じですごい話しづらそうにしていたので、うん、
すごくそのひしひしと感じてたんですよ。ただやっぱ一般の人たちが面白いと思う要素って結構そこにあって、これなんか特にローマ人とかもそうですけど、ね、すごく大きい正規とかを書いたりとか大きく書いて人笑い取るみたいなね、そういうような、ね、ことをやってたので、割とそれを結構堂々と言うと、みんな何て言うか、今までその皆一般の人とかって結構そのローマ、古代ローマ、古代ギリシャをすごく高尚なものとして思ってるんですよ、結構。何て言うんでしょうね。教科書に名前が出てくるし、ソクラテスとか、アリストテレスとかもそうですし、なんかこう哲学者とか、あるいはその、ローマ人にしろ何にしろ、こうなんかすごく高尚な人たちっていうイメージがあるらしくて、でそれに対して結構みんなはっちゃけてて面白い人たちだよってことを示すと、なんかそこでギャップですごく面白がってくれるってことが結構あるので、なんかそこをちょっとつかみにすることがありますね。でこれは私の技法ではなくて、ヘロドトスとかも歴史の資料で一番最初にすごいエロネタを持ってくるんですよね。頭にこの国でこういうちょっとすごい下世話なことがあってねっていうところで歴史を始めてるので、私はそれを見た時にこれだって思ってそう同じね、エロネタでこう人の心をキャッチするということをやってるから、私がやっても大丈夫だろうと思ってやってました。なるほど。だからそのヘロドトスからの由緒正しき正しい方法ですね。語りの方法なんですね。なるほど。そうですね。まあでもちょっと知ってる古代ギリシャの文化のこと知ってる人、あるいはギリシャ神話読んだことある人なんかは、結構エロの要素がそこら中にあるなっていうのは、気がつくじゃないですか。はいはい。ただそういうこと知らない一般の人の前で、結構語るのあれかなって思ったけれども、やっぱり新さんと特に金田さんと女性2人でその語ると全然すんなり入ってくるっていうか。ありがとうございます。言ったら変なんですけど、そうですね。あとやっぱ結構ギリシャ神話を好きな人と古代ギリシャを好きな人って全然その別なんですよ、結構。ああ、そうですか。そうなんです。ギリシャ神話は好きだけど、別に古代ギリシャっていう歴史には興味ないよっていう人が結構多くて、そこでなんかうまくそのエロネタを使ってつなげると、古代ギリシャってギリシャ神話と結構つながりがあるんだみたいな感じで面白がってくれる人とかもいるので、ここも結構私はなんだろうな、なんとかその2つ の, その古代ギリシャとギリシャ神話のこのなんていうか乖離というんですかね、それをちょっとできれば近づけたいなというふうには思っていますが。なるほどなるほど。今までいろいろやってきて難しかったなとか失敗しちゃったななんていうのあります？全然この滑ったなっていうか、滑ったな、いやそれはいや、いつも毎回あって、やっぱり。毎回あります、それは。それは、純粋に、なんだろうな、私の能力が足りないときが主なんですけど、例えば、古代ギリシャナイトをやっているときも、私は、古代ギリシャ風の祭りをやりたいと。祭りのためには何が必要か、の儀式が必要だとか、ふうにこう、詰めていくときに、私、とにかく、真面目なことをやるの向いてないタイプなんですね。なんか常に、なんていうかに、ピクニックフェイスって言われちゃうんですけど、すごくね、いつもニコニコしてしまうので、儀式とかやるときに、すごくこうシリアスな顔するっていうことがすごく難しかったりすると。そうすると、ちゃんとその神に対してちょっと祝詞をやってっていう儀式を舞台上でやるときに、いつもその笑わないでとかね、ニコニコしないでっていう演技指導とかが飛ぶんですけど、それがあんまりその私的には後から見返しても、なんかいや、まだシリアスな顔になりきれてないなとか、そういう自分自身の失敗っていうのは常にありますね、やっぱり。なんで私は、ごめんなさい、僕は生を見てないんで、そのイベントの
動画でしか見てないんですけど、動画だと本当真に迫ってて、ありがとうございます。うん、うわ、この人完全に行っちゃってるっていう感じ。そうなんですかね。やばい、まだ私的には全然行ききれてないんですけど、そうなんだ。うん、そうですよ。やっぱり呪い系のネタって結構あるじゃないですか。はいはい。うん、呪詛に関するネタ、ね、はいはい、だから。あらららららら、すごいなとか思って、演劇部にいたとかそういうのはないんですか？いや、全然ない。私は演劇経験ないし、演劇がそもそも苦手な方なので、舞台上では本当に恥ずかしいって思いながらやってますね、いつも。うん、まあ、でもその辺はその演技のなんていうかお目付け役みたいな人がちょっと笑わないでみたいなことを言ってくるわけですね。そうですね。あとはやっぱ記憶力も悪いので、うん、セリフを覚えられないんですよ、いつも。うん、なので、うーん、とにかくなんだろうな、それこそ動画撮ってる時とか、YouTube に上げてる動画とかだと、うん、もう本当常に恥ずかしいと思いながらやってるんですけど。なので、その気持ちがあるから、自分としては全然その気持ちが入ってない状況だし、その恥ずかしいって思うことってことは、真面目になりきれてない状況なので、うん、良くないなって思ってるんですが、画面上ではそれなりに言っちゃってると思ってる、思われてるんだったら、まあ、別にいいかもしれないですね。うん、いや、言ってると思いますよ。言ってると思います。そうですか。なんて言うんでしょうか、そのもうオラクル神託が下った状態に入っちゃってる巫女様になってるっていうか。あ、そうですか。それは何だろう、初めてもらった評価かもしれないですね。うん、なんか、うん、いや、自分ではそうだな、いや、もうとにかく恥ずかしいって思いながらやってるし、なんだろうな、自分の姿を見るのも恥ずかしいから、あんまりその見返すことも結構、うん、苦痛の一つ、苦痛ですね。あ、そうですか。はい。なるほど。それって意外ですね。あ、そうですかね。自分が出てるテレビ番組とかも見れない、なかなか見れなかったですね。あまりにもこう恥ずかしい。なんだろうな、うん、でも慣れたよとはよく言われるんですけど、それは慣れていけば自分のそのなんていうか、なんていうか、ね、自分が映ってる姿を見るのは結構なんか慣れですよっていうふうなことを言われたんですが、うん、あんまり慣れてないからそもそも苦手なのかもしれないですね。ああ、なるほどね。イベントだと、まあ、その録画じゃないので、はい、それほど見返すってことはおそらくそのコロナの前はむしろ少なかったかもしれないですね。うん、そうですね。一発勝負だったので、うん、今この YouTube で、そのコロナのせいでイベント開けないから、対面のね、はい、っていう形になると、その動画として残ってる、あるいはいろいろなメディアで取り上げられてっていうので、うん、ご自身の姿をちらっと見ないようにしててもちらっと見ることに。そうですね。まあ、なんか恥ずかしいなみたいな、いや、しかもあれなんですよ、その恥ずかしいなが、私相当言っちゃってて恥ずかしいなじゃなくて、行ききれてなくて恥ずかしいなってこと。まあ、完成度が低いなと、自分的には。完成度低いなってことなので。いや、やっぱりね、それはあれですよ、その根っからの求道者っていうか。ああ、ありがとうございます。そのマインドがあるんだろうなというのを感じますね。 ありがとうございます。うん、あとはオフの中でそのツイートでそのバカンスのネタが多いじゃないですか。はいはい、あれもいいなと僕は思って見てるんですけども。ありがとうございます。あ、海行ったりとかですかね。そう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 。ありがとうございます。ね、ビーチとか美味しいものとか、いいなというふうにして見てたんですけども。ありがとうございます。そうですね。結構遊んでる時が多いかもしれないですね。いや、なんか結構私は一人遊びが好きなので、それこそギリシャナイトにしてもそうなんですが、
一人遊びから広がっていったことなので、最初は一人で儀式をやって、一人で肉を焼いていて、でそれでそれを見てる人たちがなんか面白そうだなと思って一緒にやってくれるっていうことが多かったので、うん、そうですね、一人遊びはもともとなんか好きなので一、うん、人でこうビーチ行ったりとか一人で美味しいもの食べたりっていうのはあんまり抵抗がないかもしれないですね、うんうん、電車の中とかそのちょっとなんて言うんでしょう、意外なところで出身者ですかとかって声をかけられることもあります？あ、そうですね、いや、ただ私人前に出させてもらうときは常にこの格好なので、うん、普段なんていうか普段電車に乗るときはこの格好じゃないんですよ。もちろんね、あんまりそのなんていうか落差が大きいから、そうそうそうですね、ただ例えばその例えば美術館とかに行って古代ギリシャ展があったときに、シシーズンですかって言われるときはあります。要するに絶対にここにいるから絶対になんていうか、うんうん、いそうな場所には、では結構言われますが、うんうん、電車の中とかではないですね、うん、うん、そうですね、本当にわずかっていう感じです。うん、なるほどなるほど。いろいろまだやりたいこととか次から次へとアイデアが出てくるタイプだと思うんですけれども、はい、今後こういうのやってみたいなとかっていうその野望っていうか あります、温めてるアイデアみたいな、今ここで言える範囲で構わないですけれども。あ、神殿を建てるですかね。もうそこに立ってるじゃないですか。本当に古代のね、はい、それこそ三平方の定理とか使ってちゃんと地面に比率でラインを引くところから始めて、あ、なるほど、やったことないじゃないですかそれって、あんまりみんな、うんうん、なのでないと思いますよ。ないですよね、うん、なんで別にその本当の実物大じゃなくても割とそのミニチュアサイズでもいいんですが、ちょっと神殿を建てるっていうことをやってみたいなっていう気がしますね。素晴らしい。獅子さんが特に好きなそのキャラっていうかその神話の神様ってやっぱりいるんでしょうかね。あ、私はアポロンが好きです、ね、アポロンですか。結構ヘルメスネタも多い気がするんですけど。ああ、割とみ神々とか英雄とかギリシャ神話キャラクターだったら割と幅広く全員好きなんですけど、うん、ただとりわけアポロンっていう感じですね。ヘルメスはなんだろうな、うん、下ネタ言いやすいキャラっていうか、そうですよね、ヘルメス中が立ってて結構市民とか民衆に対する、うん、なんか人気が高い神様なので、うん、話の話題になりやすいんですけど、うん、アポロンはすごくお高く止まってる神なので、うん、そうするとフラッと下ネタ言える感じではないですよね、うん、僕仕事柄その錬金術の歴史のことを扱ってることが多いんで、はい、そこでヘルメスってやっぱり出てきてそのもう大事なキャラなんですけども全然イメージが違うっていうかそのギリシャから来て、はい、エジプトの神と合体して全然違うものになってるなと。だからその歴史上のこっちのその錬金術でのヘルメスってもうちょっと荘厳ななんていうのかな、はいはい、賢者の感じがあるんですね。わかります。そう、いや、そう、本当にその話ぜひ伺いたいんですけど、うん、錬金術の人と話が合わないんですよ、ヘルメスの話するときに。そう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 。だから僕ね、結構ショックでしたよ、お地蔵さんの話。こうだったのか。でも納得するんですけど、それ、うん、ギリシャの古代ギリシャの文化ではそうだったんだっていうことをそのなんて言うんでしょうか、その性とかその裸とかに関しても、はい、もっとこの肌感覚で身近に、うん、生きてた人たちだと思うんで全然不思議ではないんですけどもあまりにギャップが大きすぎて2つの、うん、そうで
そうですよね。あのちょっとあのヘレニズム期以降 の, あのエジプトとのその東都心とかとのあ の, そうそうそうあのなんかこの融合とかがあって、なんかその急速に頭がいいその高尚なキャラクターになってるじゃないですか、ヘルメスが。そうですよ、そうですよ。だからあの古代ギリシャ側、紀元前5世紀の古代ギリシャ側からすると、あの急になんかあの出世したなっていうか、あの急にどうしたみたいな感じ。そうですよ。ですよ、あのね、あのそのギリシャとエジプトの伝統が合体しちゃうと学問の神様になっちゃうんで、はい、あんまり エロネタは出てこないっていう。そうなんですよね。なんかあのいつもこういかめしい顔してたりとかあのして、うん、エルスどうしちゃったのみたいな、急に優等生になってみたいな感じなんですよね。あの美男子として、例えばルネサンス期に美男子として描かれることなんかはあったんですけど、だからといってこのスティックが露出してるとかそういうのはないんですね。そうなんですよね。なんか紀元前5世紀までこのエルメススティックあんなに堂々と露出してたのに、なんか急にみたいな。そう、あの結構そのそれこそあの物理的なヘルメス中だけじゃなくて、あの参加ヘルメス参加、あの、うん、紀元前6世紀、紀元前7世紀 の, そのヘルメスの歌とかもあるんですけど、うん、それを見てもあのなんだろう、あのおならとかするし、ゲップとかするし、であの盗み働いたりとか、かなりその悪ガキっていう感じで書かれているので、うん、あのいや本当にあのいや1000年ぐらいでイメージってこんなに変わるんだなと思って。そうだから、そうだから僕的には非常にカルチャーショックでした。まあ理解するんですけども、はいはい、なんかはっとかって 目から鱗ってまさにこのことなんだなと。確かにそうですよね。あの、うん、本当にあの私もそれあの錬金術好きな、特にその私もあれ結構その魔女学とか魔女系が好きな人とか魔術が好きな人が多いので、あのヘルメスに対するギャップ、うん、なんか解釈違いがかなり大きいですね。なんであのギリシャ神話好きな人とかと話してても、うん、あれヘルメスが好きって言われた時にあの探りを入れるんですよ。どういうヘルメスが好きですかみたいな。あなたの言ってるヘルメスっていうのはどういうヘルメスですかみたいな。そう、何世紀のヘルメスなんだろうみたいな。ヘルメスなのか、あのそれとも悪ガキ的な古代のヘルメスなのかなみたいなとか、あのすごいね、あの結構そこで探りを入れて、あこの人はあの錬金術方面のヘルメスの方が好きなんだなとかね、うんうん、あのそれであの判断したりも結構しますね。うん、なるほどなるほど。あのだいたいね、こんぐらいで、いい時間になったんじゃないかなと思いますんで、はい、あのこの続きといいましょうか、2つ企画があって、はい、1つは、まあ、そのシシンさんとコラボで生配信をすると、はい、まあ、それはあの日にちはまたあの後ほど決めればいいんですけれども、あともう1つあの歴史家ワークショップというところがあの企画している配信時代のアウトリーチでしたか。あ、そうですね、配信時代の、うん、それが、9月25日の土曜日に、やっぱりこれも、彼らとしてはチャレンジとして生配信でやるという方向で、企画が進んでおりますので、あの皆さんぜひともそれをチェックしていただければいいかなと思います。あのシシンさん、あの今日はお忙しいところどうもありがとうございました。いや、こちらこそあの本当に楽しい話でした。ありがとうございます。あの最後に一回言わせてくださいよ、あの真理をめでたくっていうのそうだ、今日あのそれで出てきた方が良かったです。真理をめでたくって言えば良かったんですけど、私終わる時もそれ言っていいんですか。 あまり言わないんですが言いましょう、せっかくなんで。はい、あのじゃあ、はい、あの終わる時にじゃあ真理をめでたくで終わりましょうか。ええ、じゃあ今日はどうもありがとうございました。真理をめでたく、真理をめでたく、ありがとうございます。